うるし子らあさこは、千葉県出身のバイオリニスト、東京芸術大学教授。同じくバイオリニストのうるし子らけいこは実施。4歳でバイオリンをはじめ、住三郎に指示した。1977年、相模原市立相模大小学校5年生の時、全日本学生音楽コンクール、東京大会小学生の部で、第3位を受賞した。この年の東京大会第一位は、 同じ5年生の渡辺玲子、全国大会第1位はやはり同じ5年生の竹沢京子だった。1979年、奈良市の私立第1中学校1年生の時、同コンクール中学生の部で、東京大会、全国大会ともに第1位を受賞。1982年、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校に進学し、 第51回日本音楽コンクールに出場して、第2位を受賞した。1983年、高校2年生の時、第2回日本国際音楽コンクールで最年少で、第1位を獲得。1985年、東京芸術大学に入学、運野吉夫に指示した。1986年、文部省芸術家財外研修院として、ジュリアード音楽院に留学し、 ドロシーディレーに指示。1987年、第4回アリオン賞を受賞。1988年9月、NHK 公共楽団定期演奏会でデビュー。同年10月11日、ニューヨークでリサイタルデビュー。92位のカウフマンコンサートホールで、ディビット・コレバーのピアノによりタルティーニの悪魔のトリル、アール・シュトラウスのバイオリン・ソナタ、ラベルのバイオリン・ソナタ、 細川俊夫、を、ビエニャフスキを弾きニューヨークタイムズ誌に高く評価された。1989年、マールボロ音楽祭に出演し、ルドルフ・ゼルキンと共演。1990年5月、ジュリアード音楽院本科を卒業し、モービル音楽賞奨励賞を受賞した。ソリストとして、世界各地のオーケストラと共演。1992年、 ウィーンのムジークフェラインでリサイタルデビューをした後、活動の拠点をヨーロッパに移した。2005年4月、東京芸術大学音楽学部気学科准教授に就任。2017年4月より教授、ありがとうございます。